こんにちは、花房でございます。今日からね、訪問着の会、付け下げ訪問着の会をやっております。なんかね、皆様からちょっと、商品紹介の YouTube 少し柄が分かりにくいっていうお声がね、なんかいくつか入ってきているので、ちょうどね、2時までの間にお客様途切れたのでね、じゃあその間に皆様にもう少しこう詳しく、ご紹介していこうかなと思います。私の着ておりますこちらの絵巻物の訪問着、こちらも今回ね1枚ですけれども復刻をいたしました。同じものも出てまいりますのでね、ぜひちょっと皆様ご覧くださいませ。今ね、明かりで透けてしまっているのでね、ごめんなさい、ちょっと見にくいかもしれませんけれども、はい、これがまず一面の流れのね、流水の訪問着でございます。この特徴はもう全部こう肩口から袖口からもう流れるように、一面のものになっています。早速おかみさんの着物ですが、今日も素敵です、ありがとうございました。こちらの訪問着、この訪問着すべて33万円から38万円の、仕立て代、消費税込みのお値段でございます。これは鳳凰が向かい合っておりますね。こちらね、まあ、訪問着って言ってもかなり付け下げ的な要素のある訪問着ですね。あまりこうくどくどしくないというか着やすいものだと思います。はい、今度こちらは、これね、脇通しという柄付けなんですよ。この、後ろ身頃の部分ですね、ここにずっと1本丈が伸びやかになっています。これ脇丈通しという柄ですね。訪問着らしい柄付けです。これね、着るとすごく綺麗ですよ。で、こちらのお花はかなりね、こうスモーキーなお花にが、描かれていますね。百花季節は問いません。はい、それとね、これが今回の新作の中でも私が大好きなものの一品ですね。これね、一面の松なのね、ちょっと光の加減で分かりにくいかもしれませんけれども、こうずっとこの松がね、同色で描かれている。だからね、手が込んでいる割にはあまり着ていてもね、くどくどしいっていう感じじゃないと思いますね。こういう、だからお初釜とか、そういうね、お席にも着ていただいても、やっぱこういうのっていいよね、江戸好みっていうのかな、こうなんかこうシンプルな感じの訪問着です。でこちらになりますと、こうピンクベージュなんですね。ピンクベージュの字に、ありがとうございます、素敵って書いていただいてありがとうございます。これは合天井ですかね。合天井、大名屋敷のね、天井を見るとこう天井絵が書いてある、そういうのを模して、いるイメージしているものですね。これもそんなにはなんていうの、ザ訪問着、やっぱり、ね、でもこういうところを見るとやっぱり合い口なんかもね、しっかりとあって訪問着らしいなと思いますけれども、そんなにこれも華々しいっていうやつじゃないので、まあ着やすいっちゃ着やすいかもしれないですよね。それからこれもちょっとね、小意地の訪問着っていうのは今回2点しかないんですけれども、マロン色、ブラウン系に白揚げで、全部ね、その赤とかピンクとかね、そういうような色をね、全然使ってない、ほぼ白揚げで、百花と、これはかずら帯ですね、の衣装のかずら帯が書かれています。もうこれなかなかおしゃれよ。やっぱり白揚げ、小石の白揚げってね、結構着ると華やかな感じになるんですよね。こういう、いや、はい、ものです。はい、じゃあ次、これね、わかるかしら、このシードリって言って、シード形に色が変わってるのが見えますかね。それと脇通し、さっきの脇丈通しの柄を組み合わせていますね。だからね、これ正面から見ると右前身頃と下のね、身頃がね、色がね、違って見えるの。それに思い切りこの白のわーという模様がね、かなり結構妻が高く、背の高い人でもたっぷりと
あの体中に笹が描かれているようなあの大胆なね、おしゃれな風情だと思います。例えばね、これに松の帯をしたり、梅の何かこうバッグを持ったりして松竹梅を体で作るとかね、そういういろいろなおしゃれなことができると思います。はい、じゃあこれが、恋路にね、かなり動きがある訪問着だと思います。こうなんていうのかな、この リボンというかがスーッとこう流れていて、そしてこの描かれているのは家紋です。大胆な家紋が大きくねポンポンって配されています。これはね、構図の妙ですよね。まあ大体想像つくと思います。その帯の上からこう白い線がスーッと上がっていく様がね、木姿になるととてもとても綺麗です。はい、これはね、毎回毎回皆様方からまあ褒めていただける、ちょっとねマイナーバージョンを繰り返している、ちょっと色を変えたりとかね、ものすごくこうなんていうの、出ずいらずっていうか、凝ってるんだけれども派手派手しくないね、とっても静かな感じの訪問着になってます。でお仕事的にはね、こう背中、やっぱりね、付け下げと絶対違うのは後ろ姿です。付け下げの場合後ろに柄はないので、この帯の後ろにこのように、これ袖ですね、描かれているというのが、まあ訪問着と付け下げの大きな違いですけれども、これね、ちょっとこう今ね、向こうがねお日様で明るいのでね、透けちゃってるんですけれども、こんな感じのとってもおとなしいおとなしい、出ずいらずっていう言葉がぴったりの訪問着です。はい、それからこちらはね、あの根津藤色、ちょっと藤がかったお色目にね、こんな感じのやはり家紋が描かれています。これね、実は母が、あの母の持ち物を復刻したんですよ。すごく品があるなと思って、母のお整理している時にね、とっても素敵なので、もう一度作ってみました。今花房のあらゆる訪問着をねご紹介しています。それからこれも新作です。これもね、モチーフはこのようにひし鳥の中に花菱ですね、あのいろいろな花菱を配しています。今のが肩の部分ですけどね、一番の前身頃のところはこういうような模様ですね。だからこれもね、その、まあ、あまり派手派手しくない、仰々しくない訪問着としては着やすいんだと思いますよ。でね、色目もまあピンク系だけれども、どちらかというと大人ピンクのような風情ですね。大人の方に着ていただきたいような、ちょっと紅富士ですかねな感じです。はい、それからこちらが、これは笹とかずら帯です。おかみさんのお母様はやはりすごい方ですね。そう、ありがとうございます。母のね、物の中にはやっぱりいいのがあるから、復刻をしたいなと思うのがいっぱいありますね。これもね、おとなしい感じの、訪問着ですね。とても品のいい上品なイメージだと思います。これがお袖ですね。はい、これも新作、これこそね一番新しく入ってきたものですね。これはね、結構ザ・訪問着っていうような、あの重厚な感じのものですね。お袖もこうなっていて、これぐらい重厚な感じで作りました。
うちの場合ね、インクジェットなんかじゃないのよ。これ全部職人さんが手書きをしてくれています。あ、後ろから日差しがあって逆に柄が分かりやすくて、いや、そうなの、そういうもんなの、ありがとう、嬉しい。はい、で次こちらが、これもね、これはね、あの上を省いてね、留め袖を作った方がね、昔いたようなね、重厚な柄付けですね。これかなり着るとね、インパクトがありますよ。まあどうせ訪問着着るんだから、これぐらいインパクトがあるのがいい。そういう方いても当然ね、これ雲取りの中に、あの尻尾とか、亀甲ですね、そういうものが生涯とかが詰まっています。大胆な取り方ですけれども、これ着るとかなりおしゃれ度高いと思いますよ。これはクリーム色、卵クリームのような色でね、柄はね、これさっき母の復刻しましたって言ったのと同じ柄付けなんです。でもね、色が変わると全然年代も雰囲気も変わってきますよね。全部職人さんが手書きをしています。細かいでしょう。これね、去年もうコロナで全く2年間訪問着が動かなくなってしまって、皆様にお願いしますっていうイベントをしました。おかげでね、あの時にあったものほとんど売れちゃったの。いつも着ていく場所や年齢をアドバイスしてくださるので、お話聞くだけで楽しいです。ありがとうございます。ほとんどね、売れてしまって、職人さんたちにおかげさまで、これもうみんな今ほとんど新作なんですね。全部お仕事で出すことができました。皆様方にお礼の意味を込めて、今回こちらの、訪問着の付け下げ訪問着の会 5% オフでしています。来週からはね、お取り寄せも思い切ってこれもお送りしますので、スクショを取っておいてください。これも買い置けです。私ね、これがすごいと思ってんのよ。これ洗えるのよ。この買い置けで、妻が相当高くまで書かれています。多分私でもお腹のところまでたっぷりあるぐらいの妻ですね。そしてそのこのこれ肩ですね、両袖から肩に向けてずっと書かれています。これね、後ろ姿で手をパッと広げてるところとかね、したらすごくね、綺麗ですよ。これは晴れやかなお席、デズイラズとは逆だな、真逆、晴れやかなお席に来ていただきたい買い置けの一品です。あ、それとこれですね、私が着ていたのと同じものです。今時江戸好みってなかなかないんですよねって、そうそう、さっきの松なんかね、江戸好みっぽいなって言ったやつですよね。まあ私もね、これ京都で染めているからね、どうしてもその向こうに引きずられてってしまうことは確かですね。うん、でまあまたちょっと華やかなお席を好む方っていうのは、まあそうね、 はんなりとか華やかとかいうのを好まれたりするからね。はい、これがね、絵巻物を書かれています。私ね、50を過ぎたら本当にね、ブルーだと思って、もうね、なんかこう合わせも一重もロモネ全部ブルーなんだけど、やっぱりパーティー会場とか場には映えますよ。うん、特にね、男の人がブラックを着るじゃない、ブラックというかグレーというかそういう色を着るので、男の人が多い時にはあえてこういう色にすると映えますよ。絨毯もね、赤、エンジだったりとか茶色だったりとかすることが多いのでね、逆に私は女性だけの集まりの時には黒を着たりします。女の女子会のための黒とか言ってますけどね。はい、これがラストだそうです。これが私が前 YouTube で皆様にご紹介をしていた時の、おしゃべりをしていた時の着ているものですね。これもシードリというこう C の形にね、柄付けがされています。はい、じゃあ訪問着はね、以上なんです。次にね、付け下げをご紹介していきますね。よいしょ、もうね、いろいろ作ったのよ。もう次の2時のお客様の間までにね、みんな、これ御所時、これ新作の御所時です。
とても可愛らしいピンクの、つけ下げです。つけ下げの場合は25万から28万円でございますね。こちらが色違いです。藍白の色目ですね。それからこれはちょっとね、ハトバがかったグレー、ハトバ色ですかね。それにこの皮脂の、模様ですね。これなんかはちょっとお茶なんかがね、お茶の方なんかが来ていただくのにはいいかなと思っています。これもそういう意味で、ま、松葉で皮脂を描きました。これもお茶のね、先生なんかが来ていただくのに素敵だなと思っています。こちらは、これはね、新作なの。これはお能で使うかずら帯を衣装化しました。横にね、こう流れるような感じのかずら帯にしています。これはかなりシャレっ気が強いものになりますね。まあ、付け下げっていうのはね、大体がまあそういうもんだからね。付け下げもさ、冷蔵に今入っちゃってるけども、あ、また横道にそれちゃうダメなんだけど、付け下げってね、昔はね、遮光着って言ってたんだよ。私が子供の頃はね、遮光着とか座敷着って言って、今みたいな冷蔵っていうような扱いじゃなかったもん。それがだん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 と訪問着に近い柄付けになったり、なんだったりかんだったりってして、今の位置づけがある。だから別に否定するわけじゃないけれども、昔はね、遮光着してた。もうこうやってね、横道にそれちゃうから長くなっちゃうの、私のは。で、はい、これが、立花ですね。はい、これはスーッと縦に伸びるようなお花が描かれています。はい、すいません、ちょっと、はい、これも新作の一つですね。雪輪の中に四季の花が描かれています。こんな感じ。この横にね、金砂子、これも洗えちゃうのよ。すごいでしょう。これはね、2色、ま、ありますね。こちらが、これが象牙色に描きました。はい。そしてこれが、これも花菱ですね。だからね、付け下げってね、これがザ付け下げっていう柄取りなんですよ。このね、この奥身になるところはあるんだけど、このね、この部分に柄がくっつかないようにする。だから痩せてる人でもふくよかな人でも着られる、こうポンポンポンって飛んでいる、こういうものをね、昔作ったのが付け下げの最初ですからね。これ戦後生まれてるんだからね。その頃はまあ遮光着とか言われてたね。はい、でこれ鳳凰ですね。でもそれがいつの間にかこういうふうにポンポンってさっきみたいに飛ぶんじゃなくって、この横にもね、柄付けが流れていく訪問着的な柄付けのものが多くなってきました。冷蔵と言われる始めた頃から、まあこの訪問、これでも付け下げ訪問着とか、まあいろんな言い方をしている人たちがいます。これね、鳳凰の柄ですね。これなんかおめでたくって、これ私訪問着か、私の訪問着をもうちょっと簡素化して付け下げにしたのか。はい、それからこれが、これがやっぱりこう白揚げでわーっと伸びやかなね、柄が描かれています。これもね、結構背の高い人まで着られるような感じになっていますね。そう。で、それの色違いがこんな感じ。焦げ茶色に白揚げで、やっぱりこれもすごく伸びやかで、まあおしゃれな感じですね。これも、まあ、付け下げとは言いながら、限りなく訪問着に近いような柄付けになっています。こちらは、大王将の中に宝尽くしが入っているという、おめでたい文様ですね。これはね、意外とね、妻がそんなに高くところまで行かないので、
結構こうわっと押し出しの強い柄の割には来たらねそんなに主張をしてくるものでもないの。で、はい、これはもうスタンダードな雪輪に百花が集められています。これは若い方でも、まあ、ある程度の年配の方でも来てもとても華やかだなって思います。それとこれが宝尽くしです。宝尽くし、こう流線取りになっているのね、流水取り、ごめんなさい、流水取りになっている宝尽くしがね、もう古典的な色を使ってる色とかも含めてその雑古典みたいな感じの宝尽くしだと思います。それからこれはねまたちょっと、大胆な唐草ですね。これ着るとおしゃれよ。ものすごく着栄えがすると思う。まあこれも、そうね、これもしゃれた感覚で着ていただいていいんじゃないでしょうかね。それとこれも新作です。七宝の中にいろいろな宝物とかいろんな吉祥紋を詰めましてね、そして紐で、アクセントを取っています。動きがねついているような感じになっているのね。これは銀ネズです。銀ネズとねブルーがありますね。それとこれが七宝、七宝というのはこういうふうにこう永遠にねつながっていく、それの中にいろいろなね宝物ですね、宝尽くしが七宝の中に描かれています。これも、これはちょっとね洒落てるのよね。こんな感じ、ひし形の中によろけた縦枠の模様が施されています。これ洒落た感じにね着ていただくのに、いいな。もうこういうのもね本当に座付け下げ、遮光着付け下げっていう感じですね。それとこれが、花の丸の、付け下げ、大きな大輪のね花の丸がポンポンって飛んでいるのね。でこちらがやっぱり小意地に、これもね洒落た感じよね。これも付け下げです。それとこちらが、尻尾のねさっきの色違いになりますよね。やっぱりこう宝物がいろいろと詰められています。で紐でアクセントがあるこの藍白の中にっていうのはやっぱりねこれ似合わない人いないよっていうような色目だと思いますよ。今ご紹介したその全てが、実はねちょっとあっちに1個だけ取り残されちゃったのがあってね、変なの落ちちゃうかなきゃー。これがねちょっとで順番が悪くて、これさっきの唐草の色違いです。これもやっぱり藍白に染めました。これはさっきのとね反対に白揚げの唐草になっていて、とても品がいい、それなりの華やかさもあります。はい、これが花房の今回の付け下げの全部でございますね。じゃあねもう、こういうのがあるんだけど、ちょっと移動するのでね変なもの映らないようにしたいんだけど、それとあの時にお願いをした証券の、袋帯ですね。証券の袋帯、今ね証券の袋帯って本当に売れなくて困ってらっしゃる問屋さん、中のいい問屋さんの、ためにねちょっと、その代わり皆様方にもこれはどこだ、藤原さんだったり、これは山口美術さんだったり、それとこれはね別にねブランドはないけど宝尽くし、さっき私がやっていたような雰囲気の唐織ですね。それとこれは可愛い美術織物さんのブランドだけど私の大好きな、宝尽くし、可愛い美術織物さん、山口美術さん、
これは舞鶴さん、それとこれも河合美術さんですね。とこれはあのブランドはないけれども螺鈿でね松をあの施していますね。それと服部織物さん、はい、ここら辺が全部18万で税込み仕立て代も込みで、皆様にお願いをしております。どうぞあのこちらはねもう別にもう初日も始まりましたし、どうぞそのご連絡をいただいて、取り寄せはちょっと難しいんだけれども、これが欲しいって言ってくださればあのお譲りすることができますので、税込み仕立て代込みしもう寝台とかもみんな込みで、これねこれ日本の一流ブランドのねあの帯が 18万っていうのもまあまあまあお買い得なんじゃないでしょうかね。それを訪問着、あら映っちゃった私、あの訪問着の会と一緒にやっています。じゃあ皆様土曜日まで、今日初日だったのね、土曜日までやってますから、じゃあね、バイバイ。